浴衣脱いでパジャマに着替えて寝ようね。やだ、絶対に脱がない。ダメだよ、もう夜だし寝る時間だよ。いや、浴衣もっと着てたい。でも浴衣汗かいてるし、お菓子もこぼしたでしょ。茶色い粘土を伸ばして伸ばして、みきちゃんの体全体に巻きつける。ペタペタ。今度は白い粘土を伸ばして伸ばして、楕円にカット。お腹にペタ。また茶色い粘土を伸ばして、ちょうどいい大きさの丸をくる。今度は黄色い粘土を、小さい丸を2つ。お団子のところに耳をつける。うん、かわいい。今度はまきちゃん、クリーム色の粘土を伸ばして伸ばして、そして白い粘土を楕円にカット。またクリーム色の粘土を伸ばして、丸で抜く。今度はピンクの粘土をストローで抜く。赤い粘土を伸ばして伸ばして、ストローで抜く。首元に赤い粘土をつけて、4つの穴を開けたら出来上がり。リラックマミキちゃんとコリラックマハクちゃん、かわいいパジャマでできたね。それじゃあこれで2人とも寝れるかな。はいはい、めっちゃ可愛い。寝る寝る、マキも寝る。リカお姉ちゃんありがとう。喜んでもらえてよかった。はい、じゃあお布団に入って。それじゃあ2人ともお祭り楽しかったね。おやすみ。おやすみリカお姉ちゃん。ありがとうリカお姉ちゃん。それじゃあリラックマコリラックマ好きだなっていう人はグッドボタン押してね。この丸を押してチャンネル登録もお願いします。それじゃあ次の動画も見てね。